俺,は俺なんかだからテレビ局やりたたくなってきましたね <laughs> のの VHF 隊でだ、ね、それはねいいアイディアね、うん、VHF 隊はガラガラにやれてるからねあそこでね NOTTV の,の基地局なんかまだ置いてあるからね、うん、<laughs> 使っやればいいのよああ<ー> NOTTV <laughs> の,の基地局まだあるのか <laughs> ある まあ、もうさすがに使えなくなってると思うけど、はい、全国にこう何万局建てたわけです。うん、だから、その時に、クアルコムとかね、そのと,と戦って、オークションでやろうっていう話になったんだけど。うん、結局ね、総務省が。 その割り当てでドコモにね楽なのはやっぱりデジタル放送帯ですけどね、うん、で空いてるじゃないですか1曲2曲増えても何の問題もないですもんね俺沖縄にテレビ局作ろうかなと思って <laughs> <お>テレビ局作るの、うん、<laughs> いやーテレビ局作るのは本当にローカル放送だったらできるけどああだからそのね俺ちょっと面白いなと思ったうん、うん、この間沖縄に放送局作ったら面白いんじゃないかと思ってて 沖縄って2局しかかなないいじゃないですか民僕沖縄の政治状況ってその辺野古基地問題とか嘉手納基地とかもいろいろ基地問題みたいなのってクローズアップされてるじゃないですか。 ローカルの市長選とかはどっちかっていうと星側っていうか自民党寄りの候補者がみんな勝ってんだけどなぜか県知事だけはかなりもう激左みたいな感じじゃないですかでそれでガチャガチャしてるじゃないですかこれって僕マスコミの力結構でかいのかなと思ったんですよ沖縄の多分マスコミを牛耳ってる人は絶対左寄りだと思うんですよ確実にだいたいマスコミの人って左寄りじゃないですかなんでそういう風な世論誘導をするようなテレビ番組を ババンバン流してるからだから僕はそういうふうになってんのかなと思ったんですよ、うん、でもあれずっと分裂というかその、うん、何ねじれた状態だと進まないじゃないですか、うん、改革がだからその辺はテレビ局作っったら変わんじゃなないかなと思って、うん、<laughs> 技術的にはね空いてるから作れますけど採算、はい、が合うかどうかかどよねで思ったんですけど僕もこの間ねここゲスト出てもらった、うん、ジャパネット高野社長とかには言ってんのは「うんうんうん ジャバネット高田最近ね BS に参入したのご存知ですかはい、はい、まあジャバネット通販番組強いんでまあ BS でも再三取れると思ってやってるんだけどジャバネットって長崎の会社ですよで長崎もね3局ぐらいしかないのかな、うん、テレビ局だからそこでジャバネット TV みたいな例えばテレ東系列の放送局作ればいいじゃないですかもうだってすでにそのジャバネットの BS 用のマスターあるわけですよ でスタジオもも立派なやつがああってサブも全部あるわけです、うん、だからその BS 用のマスターを地上のアンテナにマスターからつなげばいいわけじゃないですか、うん、そしたらあとは全部自分のところで制作してる番組すでにあるわけじゃないですか BS 用に、うん、それにプラスしてテレ東のネットワークに入ればテレ東のキー局が作ってる番組を売れるじゃないですか。うん、っていうかキー局からお金もらえるじゃないですかなん、はい、なら、うん、全国ネットの分の。最差取れませんジャパネットがやったら だからキー局からいわゆる電波量をもらうという前提で今の民法はねみんな成り立ってるわけですよ、うん、だから、うん、それがなかったら地方民法だけではね どこも再三取れない今真っ赤っ赤ですよ、うん、でそれをねキー局が補助金出してるわけもそうう電波量と称してでもそうやってコストを抑えた形でやったら僕はできる気がするんですよ、ねうん、だから今の地方民法はそういう形でやってるわけですよ、うん、でも自前では広告収入ではね黒字、うん、にならないけどキー局から補助金もらってやるという、うんうん、僕はねでもそのテレビのブランド価値って絶大だと思うんですよ、うん、どんなタレントもローカル局ですら テレビって冠番組出せますよって言ったら大体のタレントがオッケーしますよ、うん、ギャラ安くても。 いやそういうもんですよテレビだってテレビ売られたと思うんですけど NHK に出ませんかって言ったらみんな出ますって言いますよ断られたことないはよでしょいやだから僕は未だにそういったブランド力あると思うんでやっニュースピックス出ませんかって言ってもうんみたいな感じなんだけどゴブゴブですね本ね。に NHK 出ませんかってったら出ますってなるわけですよニュースピックスやりますかテレビ局ニュースピックスもテレビ局 これ具体的にどう進めたら実現すするもんなんですか <laughs> いや普通に免許申請すればいいんです地上波のテレビ局っていうのはその今の補助金をもらうってビジネスモデルでやるんだったら、まあ、できないことはないかもしれないけどその金局も今はもう経営おかしくなってるからね。 あんまりちょっと将来の展望ないんじゃないええー、そうじゃなくて僕は制作を本当に最小限にして地上波に出したいコンテンツって逆にいっぱいあるじゃないですかうん、うん、例えばニュースピックスだって、うん、んニュース番組いっぱいやってるわけだからそれは地上波にそのまま出せるじゃないですか別に、うんうん、テレビ用に編集して出せばいいわけだから,だからコンテンツは結構ネット上に溢れてると思うんで買ってくればいいと思うんですよ、うん、じゃあ何にコストかかるんですかって話ですよテレビ局の、うん、そうですじゃあ でどうせ有給施設で余ってるスタジオとかあるわけだし、うん、別にスタジオはその県とかになきゃいけないわけでもないでしょうで、ね、マスターさえあればいいわけでしょう、うん、っていうような感じで言うとまあ僕は結構ロ超ローコストでテレビ局って作れんじゃないかなと思ってて、ね、ワンンチャン作ろうかなと思ってますけど、ね、<laughs> やっぱりこれはその認可が下りないとかそういうことなんですかもうね今総務省は地上波の新たな局認めませんからね。はい、ででもも認めななないいい理由もないじゃないですか でも採算取れますよって言ったらいいわけですよね。まあそうねだってその理由はないわけじゃないですか合理的にそれをそのじゃあ採算取れますよとあ、ね、あの局は閉めませんよと、うん、言うんだったら別にいいわけですよね。うん、でもやっぱりね地上波のローカルでやるぐらいだったらそれこそジャパネットみたいに衛星でね、うん、やれば一発で全国飛ぶわけですからね、うん、そっちのんな結構聞いてが。うん 今日も、はい、僕あの新型コロナウイルスのね、はい、4回目ワクチン接種行ってきたんですよ、はい、でなんか体重方針ワクチンを最近受け,受けたんですよねみたいな話した看護師さんが、はいうん、いや俺さん最近体重方針のワクチンを打つ、うん、40代50代の人がめちゃくちゃ増えてきてて、うん、なんかすごい増えたから、はい どうしたんですかって聞いたら堀江、うん、さんのチャンネル見てます、えー、で、ど帯状方針疹のワクチンは50歳から公費、うん、負担のところもあるし、はい、やった方がいいですよって言われてたんで来ましたみたいな、うんえー、だからちょっとは影響力ができたかなっていうか <laughs> YouTube 見ましたよってすげえ言われますけど。うんうんうん テレビ見ましたよね、うん、誰もないスマホで見れないし、うん、TVer とかで見てるわけじゃないですかみんな、うん、意味ないですよね全然、うん、なので僕はその地上波の価値は唯一地上波で流してるというブランド力だけだと思ってて、うんうん、それはあると思いますねああだからもしかしたら東京とか関東圏もありなのかなと思ってコントもあと思てますよ うんうん、だし僕はねどっちかてリモコンの方が大事だと思っててうん、うん、リモコンで1から12まであるじゃないですかうん、うん、空いてるチャンネルあるじゃないですか、うん、12とか空いてるじゃないですかだから12を押せばうちの局が、うん、みたいにしてもいいわけでしょううん、うん、それはあるかもしれない、はい、さっきのその金局も再三はなくなってるっていうのは広告ってことですかね、うん、もうだからテレビ全体がねもうやっぱり社用産業でしょ、うん だからそこに入っていくっていうのは、こうよほど斬新な発想がないと難しいと思うね。例えばサブスクでやるとかね。テレビをサブスクでやるっていう発想はあると思いますけどね。そうそうだからスクランブルで、うん、まさにね NHK 等がやってるように。お NHK なんサブスクで事実質やってるわけだからね。で、まあ NHK 等が主張してるのはスクランブルかけてサブスクにしろと、うん、受信料なんか取るなと、うん、いうような話をしてるんだけど、あれ技術的に生きるわけですよ。地デジってスクランブルかけられるから。そ<う>だからそうするとサブスクのテレ テレビ局をやるってどうすかニュースピックス TV できますよぜひ計画したいですねお二人に入っていただいてニュースピックス TV サブスクで儲かるかどうかっていうことで言うと NHK はめちゃくちゃ儲かるんですよ NHK の総合テレビなんてものすごいお客さんいるからねコンテンツもしっかりしてるしね要するに NHK の総合テレビだけだったらサブスクでやったら儲かる 問題はは総合テレビ作っっててる人たちっていうのはねかつての僕を含めて大体3,000人ぐらいしかいなくてあとの1万5,000人ぐらいはそこにぶら下がってる教育テレビとかそっちが大部分なわけその人たちはサブスクでやったらたちまちクビになるわけですよね儲からないからねそう教育テレビなんかねだから弱者救済のためにスクランプリできないそれは NHK の状態ね。